TikTok ライブもよかったら見ててください。お願いします。いつだったっけ、出会い方はドラマチックでもなんでもなかった。喧嘩の後の仲直りも、狭いベッドの腕枕も、妙にぴったり居心地が良かった。ボロボロの車で向かうデートも、流行りの歌口ずさみながら、無邪気な笑顔ではしゃぐ君が愛しい。何気ない毎日を奇跡に思う。きっとこの先なんて見当たらない、愛を知らせてくれたんだ。到底僕なんかにはもったいないけど、心から君と過ごす人生が幸せなんだ。それ以外の人生なんてありえないや。ラスト歌います。まだまだ歌います。聴いてください。いつからだっけ、二人の未来を意識するようになったのは、どんな家に住みたいかとか、ここは何に欲しいと、そこにある未来、毎日がひらめいてる。ほのぼのとしてるパジャマ姿も、オチのない遠くで癒されてる。まっすぐなその瞳で、ありのままで飾らない、生き方も素敵に思う。何通りを見渡しても見つからない、始めましょう。カケラスコープって言います。